皆さんこんにちは。今日はスタイルコリアンという韓国コスメをたくさん扱っている通販サイトの購入品紹介をしたいと思います。ザコリの購入品紹介ずっとやりたかったんですけど、撮ろうと思ってたら半年ぐらい経ってしまって、しかもその間に4回ぐらい注文しちゃって、すごくたくさんの商品になってしまったんですけど、そうなってくるとセールとかの情報が新鮮でなかったりするんですよ。中にはもう扱ってないっていう、売り切れちゃってるものとかもあると思うし、今すぐ購入するっていう点では情報が古いものになってしまうかもしれないんですけど、購入から時間が経ってるっていうことは実際に使用してみているものも多いので、実際に使ってみてどんなだったかっていうレビューをたくさんできるかなと思うので、そこを参考にしていただけたらと思います。人気商品だったり定番商品だったり、あとはブランドごとのセールの大きいセールの日とかがある通販サイトなので、ちょくちょく覗いてみたり、あと私もしてるんですけど、 LINE で友達になると今回のセールはこういうものだよっていうのが、特にブランドごとのセールとかは1週間に1回とか3日に1回とか、頻度がわからないんですけど結構来てそれにつられて4回も買っちゃったっていうのもあるんですけど、セール情報簡単に入ってくるしかなりお得なので、ぜひスタイルコリアン覗いてみてください。ブランドごととか部門ごと、クリームはクリームとかアンプルはアンプルとかではなく、ちょっと購入した順になってしまうのでバラバラになってしまうかもしれないんですけど、概要欄の方に紹介している商品の名前とか、あとURL とかも載せられたらなと思っているので、韓国コスメの中で気になる商品があってレビューを探しているっていう人は先に概要欄を見ていただくと、もしかしたらその中にあるかもしれないので、ぜひご覧ください。じゃあまず最初にヘイミッシュのブルガリアンローズサテンクリームを購入しました。でこれはですね、まだ実際開けてみてないんですけど、7から8パウチぐらいサンプルのパウチを使ったことがあります。サテンクリームっていうだけあってそのままなんですけど、サテンのようなこう色とかをしたクリームになってます。香りもローズが強すぎなくて、だけど結構いい香りがして、お手入れの時間にすごく幸せな気持ちにしてくれます。結構しっかり保湿もしてくれますし、サンプルパウチを買って本品を買った理由としては、なんか特に何がすごいってわけじゃないんですけど、やっぱクリームって物によっては朝起きた時に乾燥を感じたりとか、突っ張りを感じたりとか、朝まで持たずにスキンケアからしばらくしたら乾燥を感じてくるものもあると思うんですけど、このクリームに関しては乾燥も感じないですし、朝起きた時の肌がしっとりしていて、なんだか元気そうにツヤがあるように見えたので、原品も欲しいなと思って購入しました。一応このクリーム商品説明見ると、水分を与えてくれて栄養を与えてくれるだけではなく、角質ケアまで行ってくれるクリームなんだそうです。なんかお肌をすべすべな感じにしてくれるっていうのが、その私の朝起きた時のなんか肌いい感じみたいに感じたところなのかなと思います。次がダーマトリーのプロヒアルショットモイスチャーピーリングパッドですね。これはクリオ系列なんですけど、ダーマトリーってクリオ系列のトナーパッドは四角いパッドがどんどん増えてきてるんですけど、これも四角い箱に入っている四角いパッド、水分をチャージしてくれながら角質を取ってくれるっていうパッドですね。でこのパッドを実際に使ってみたんですけど、こう柔らかくて質感がパッドで丸がいいか四角がいいかっていうのは私はそんなに違いは感じないんですけど、まあ、使いやすかったですし、パッドが結構柔らかかった気がするんですよ。凹凸面も凹凸じゃない面もすごく柔らかくて使いやすくて、チク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 してくるパッドとかもあるんですけど、これはそういうのもなくてすごく良かったです。で次がワンデイズユーのカーミングアンプルセラム 20ml です。この緑の可愛いスポイト型瓶のアンプルなんですけど、これはまだ使っていなくて、で私肌が結構もう大人なんですけど、やっぱり寝不足の時とかニキビができちゃったりして、ニキビができていなくてもちょっと今日肌ヒリヒリするなみたいな日が、実感としてある日だと1ヶ月に1回とか2ヶ月に1回とか、あとひどく続くものって1年に1回ぐらいあったりするんですけど、そういう時にやっぱこうカーミングしてくれたり、ツボクサエキスとかで落ち着かせてくれるものが欲しいので、ちょくちょくいろんなセラムとか買ってます。最近で言うとオスデバハのシカセラム
使い切ったんですけど、あれはなんかそんなにこれといってすごく効いたっていう感じではなくて、あの新しくこのワンデイズユーの開けて使ってみようと思います。まだちょっと使ったことがなくてレビューできなくてすいません。次はミジャンセンのパーフェクトセラムトリートメントです。でミジャンセンってもう皆さんおなじみになってるかなと思うんですけど、韓国のヘアケアブランドで一番有名なのがヘアオイル、ちょっとサイズ小さめなんですけど600円とか700円なのにしっかり髪もまとまってくれるし、優秀なヘアケア製品が揃っているブランドですね。でそこのトリートメントなんですけど、これ 180ml で、これですってちょっと見せられないんですけど、ほんとこんぐらいの大きさの結構大きいトリートメントになります。で中身はちょっとオレンジ色っぽい感じ、パッケージの見た目みたいなオレンジ、薄いオレンジ色で、香りがなんて例えたらいいんだろうな、あれハーブ系とかじゃないし、ローズでもないし、ローズなのかな、ローズというかどっちかっていうとフローラル、パウダー系のフローラルの香りです。ちょっともしかしたら好き嫌い分かれるかもしれないです。トリートメントの能力で言うと絶対これじゃなきゃダメっていう感じではないんですよね。あのトリートメントプチプラだし、なんかとりあえず使っときたいっていう人には全然すごくいいと思うんですけど、もっとサラサラを実感したかったら、私的にはモレモの、あのブラックのパッケージのトリートメントの方がいいかなって思っちゃうので、比較的安いもので定価900円のものが590円とかになってるんで、安いものでとりあえずトリートメントしておきたいという人にはもうすごくおすすめです。普通にサラサラにはなります。次センテリアン24かな、マデカリリーフクリームミストですね。でこのミストはツボクサエキスと、あとセンテラアジアチカエキスが入っていて、カーミングしてくれる、肌を鎮静させてくれるミストですね。でこれ動画があるんですけど、ガスじゃないと思うんですけど、ミストがもうほんとすっごく細かくて、顔にシュッ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 とかけた後、また残りのミストが吸した時に鼻にスッて入ってきてちょっとツンってなるぐらいミストが細かくて、極細ミストっていうのが書いてあるだけあって、正直言うとなんかかかった感がちょっとわかんないんですよね。お化粧終わりのセッティングスプレーだったらすごくいいと思うんですけど、スキンケアの段階でこんなにミスト細かくする必要あるのかなってちょっと思っちゃって、どうしてこんなにミスト細かいんだろう。さらに細かく均一にスプレーされるかもしれないんですけど、結構スキンケアって肌にのせた後なじませたりするから、私がそのシュッシュッシュッってして本当は全部に行き渡ってるんだけど、その実感がなくて文句を言ってるだけかもしれないので、まあ、このミストの細かさは好き嫌いが分かれるかなってちょっと思いました。ただすごく細かくて感動します。で肝心なこうツボクサエキスとか、あのカーミングの能力でいうと、なんかそんなに実感はありませんでした。なので今は結構、使い切りを目指して全身、顔だけじゃなくて体とかにも使うようにしてます。香りが結構オレンジというか、作り物のオレンジっていうか柑橘系のすごくいい香りで、使ってて香りがいいところはすごく良かったです。はい、次はバルラボグリーンティーメルティングパッド150枚で、これあの画像で伝わるか分かんないんですけど、大容量のパッドなんですよ。150枚って他のパッドって結構60枚とか90枚が多いんじゃないかな。その約2倍だって考えると、参考画像見たんですけど2倍ぐらいあるんですよ。なんで単純に1ヶ月30枚使うとして、5ヶ月ぐらいは持つ計算になりますよね。実際私もこの動画を撮るにあたって、今もこのバルラボの、このパッドを毎朝使ってるんですけど、このパッドこのくらいの期間持ってるんですよっていうのを体感で言うとどのくらいかなって思った時に、半年って言おうとして、いやでもさすがに半年はって思ったんですけど、まあ、ほぼ半年ですよね。5ヶ月ってまだ使い終わってないし、一応毎日使ってるんですけど、もうちょっとで終わるかなっていう感じなんですけど、すごいんですよ。大きさも結構大きくって、他のトナパッドに比べて、実際そのパッド自体の大きさもちょっと大きいのかな、よくあるパッドに比べて。確かそうだったと思います。トナパッドの容器なんでたかが知れてるんですけど、ちょっと場所取る感じはあります。で肝心な使い心地なんですけど、すごくなんて言うんだろうな、いい意味でふにゃふにゃした
柔らかいパッドなので、あの刺激を感じないですし、若干薄く感じるので、いや薄くってほどでもないかな、使いやすい程度には薄く感じるので、あのゴシゴシと使って特にもったいないなっていう気持ちもなく使い捨てできるので、そこはすごく気に入ってます。目に染みたりとかもしないですし、小鼻の溝とか染みやすいところに刺激も感じないので、あのすごくお気に入りで使っています。ただこのパッドを使い始めると、新しく次のパッドを使い始められるのが単純計算で5ヶ月後とかになるので、あのしばらくこれを使う覚悟が必要かなと思います。はい、で次が About Me の米マッコリゲルシートマスク。米ぬか 42% と米エキス、米ぬかオイルを配合していて、クリームを塗ったような強い保湿感があるそうです。でマッコリ由来の発酵成分とガラクトミセス発酵ろ過物、あ、ガラクトミセスも入ってるんですね、これあのが入っているので、ちょっとなんて言うんだろうな、透明感を肌に出したりスベスベな感じを出してくれるみたいですね。これシートがハイドロゲルなので、紙じゃなくてあのほんとゲルみたいなやつなのかな。私ゲルのシートマスク結構好きなので、ちょっとこれまだ使えてないんですけど楽しみですね。今400円通常は1枚するみたいですね。で今ちょっと一時的に品切れしてしまっているようなので、再入荷の際には気になった方はぜひ使ってみてください。私がまだ使ってないのにおすすめするものでもないんですけど、米使ってたりお酒使ってたりするシートマスクって結構当たりのことが多いので、気になった方はぜひ使ってみてください。で次が23 23 years old ですかね。ここから2回目の注文文に入ってきます。23 years old アクアバブモデリングマスク4回分のエコパッケージのものになります。このアクアバブモデリングマスクっていうグリーンの受け皿みたいなところと、楕円形で四角い蓋のこうモデリングマスクも人気で、見たことある人も多いと思うんですけど、そのモデリングマスクの周りのパッケージを除いた中身の粉のみをパッケージしたエコパッケージのものを購入しました。でこのマスクは別名水分爆弾と呼ばれるくらい、こうツヤ感とか肌に水分を与えてくれるマスクなんですよね。中にある1剤と2剤の粉を混ぜて、それだけでいいかよかったんだっけな、混ぜて、で出来上がった黒い粒々が入ったジェル状のものを顔に塗って、でしばらく時間が経つとそれがこうプルプルの状態で固まって、剥がすと、肌に水分がしっかり与えられているという商品になっています。綺麗にツルツルツルと剥がれるので、結構使用感も気持ちいいですし、ポロポロとした粉っぽいゴミが出ないので使いやすいと思います。で私はこの商品はちょっともう使えないかなっていうのがあって、結構その時の体調にもよったかもしれないんですけど、鼻小鼻の溝とか肌の敏感な部分に結構染みたんですよね。私はすごく敏感肌っていうわけじゃないんですけど、ちょっと染みて、それを放置しなければいけない特性上マスクの使い方がそうなってるので、染みるなと思いながら使うのがちょっと怖かったので、私はもう使わなくていいかなと思いました。以前にも使ったことがあって、その時は大丈夫だったんですけど、染みたりとかは。ただ水分爆弾って呼ばれるほど肌に水分を与えられただろうかっていうのがあって、気持ちの中に。でそれを確かめるためにももう一回使ってみたんですけど、やっぱりそこまで水分を与えられない気がするって思って、まだパックに入ってるシートマスクとかの方が肌に水分を与えられた感覚を得られるので、結構そのパックに比べると面倒くさいような手間をかけて、さらに水分を感じることができず、ちょっとピリピリするってなると、もう使わなくていいかなと私は思ってしまいました。ただ面白い商品ですし、人によってはすごいツヤツヤになったりしていたので、使ってみてほしいなと思います。友達とかと一緒にやっても楽しいと思います。そうで、この時23 years old が確か、セールになってたんですよ、ブランド全体で。次が23 years old のバクチオール A アンプル 30mm のものです。で皆さんバクチオールって知ってますか？私もそんなに詳しいわけじゃないんですけど、ちょっとお高いクリニックでしか買えないコスメとか、アイハーブとかでも流行ってるレチノールっていう、肌のこうシワをできにくくしたりとか、皮むけとかがある代わりに肌がすごく綺麗になったりする成分ですよね、レチノールって。とそれが配合されている化粧品とか基礎化粧品がすごく人気になってると思うんですけど、バクチオールっていうのはレチノールと似たような効果を持ちながら
皮むけであったりとか、そういう副反応的なダウンタイムじゃないけど的なものが少ないと言われている、まあ、夢のような素材ですよね。植物由来の天然成分で、ある植物の種子から抽出した成分なんですけど、レチノールと同じような効果がやっぱり出て副作用が少ないということで、結構レチノールの皮むけってマスクの時代なので見えないことも多いんですけど、皮むけってだけでちょっとね、人から心配されたり自分自身も嫌だったりするので、効果の程度に差はあるかもしれないんですけど、ちょっとレチノール系のスキンケアを使ってみたいけど副作用が心配だなって思う人は、ぜひバクチオールの商品も使ってみてほしいと思います。で、韓国コスメの中で今レチノールを使ってみてるのが、例えばアイオペからレチノールが入ったアイクリームが出てたりとか、ただバクチオールに一番最初に注目して商品を作ってくれたのはこの23 years old が私が見る限りでは最初だったかなと思います。そこからずっと気になってたんですけど、自分が持ってたり使ったりしてるものがあったので変えてなかったところ、この時セールになっていたので購入してみました。よかったらまたレビューしたいと思います。で、次が23 years old のダーマシーンコンシーラーですね。通常確か4色展開なんですけど、スタイルコリアンでは2色展開で、私は01番グローベージュのカラーを購入しました。2番がナチュラルベージュで、結構濃いめのカラーなんですよね。韓国の有名なメイクアップアーティストさんとのコラボだったのかな。すごくいいって聞いて、購入してみて、まあ実際良かったんですけど、私がコンシーラーを使いたい場所ってクマはあまり気にならないので、赤っぽく残ってしまっているニキビ跡であったりとか、小鼻の溝のところが赤くなっているのでそこの色を消したり、あとは口角のところが暗くなってしまうのでちょっと明るさを足すために使ってるんですけど、正直言うとこのコンシーラーより私はヒンスのセカンドスキンコンシーラーだったかなの方が好きでした。単純に隠してくれたり、カバー力であったり持続力であったり崩れ方の綺麗さっていうのはヒンスに軍配が上がるかなと思います。同じような悩みで同じようにコンシーラーを使ってる人はぜひヒンスの方のコンシーラーを使ってみてほしいなと思います。この23 years old のコンシーラーはパッケージもガラスみたいですごく可愛いですし、使いやすいので、例えば私と違ってクマとかに使っている人とかはもしかしたらこの方がいいっておっしゃるかもしれないので、気になってる方はぜひ使ってみてほしいと思います。次がアビブのクリームコーティングマスククーリングソリューションです。このパックがすごく大きいパックなんですよ。パッケージが本当に A4 までいかないけど A5 よりは全然大きいかなぐらいのパッケージなんですけど、1枚が500円ぐらいするパックなんですよ。結構高級なパックで、中のパックもちゃんと支える台紙がついていたりとか、パッケージもビニールなんだけど紙の感じでこうビリビリビリって動くようなすごくしっかりしたパッケージになっていて、まあ、ご褒美のようなマスクだなと思います。パックってほとんどのパックが化粧水とか美容液のような水っぽい液体がエキスが入ったパックだと思うんですけど、このパックはすごくサラッとしたクリームが中に入っているパックになります。なので使っていて保湿感もありますし、特別感というかぴったり密着して守ってくれている感じもありますし、使う時にちょっと特別な気分になる、特別な日の前日とかに自分を高めるためにも使いたいパックだなと思います。クーリングソリューションなので、例えば今の時期とかすごくいいと思うんですけど、直射日光にすごく当たってしまった日であったり、直射日光には当たってないんだけど、まあ一日中ずっとムシムシしててなんか肌もベタベタしてて気持ち悪いなみたいな日に夜に使うと、こうスッと肌をクールダウンしてくれて、一日の暑さだったり疲れだったり蒸れた感覚をリセットしてくれるようなすごくいいパックだと思います。自分へのご褒美パックであったりとか、ちょっと高いパックを使ってみたいと思ってる人はアビブの商品全体的におすすめなんですけど、このパックも、あとこのシリーズでもう一個クリーム系の クーリングじゃない方もあるんですけど、それもちょっとおすすめなので、ぜひ気になった方は見に行ってみてほしいです。